ニチレイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。ティティレティ、ティティレディティティレ。というわけで、いやちょっとあのコピーうますぎて、はい、何がしかに引っかかる説ありますね。まあお聞きになられた通り、最近ね、僕オードリーのオールナイトニッポンにハマってまして。お聞きになれた通りね。はい。はい、まあ私寸胴でございますよ。あ、はい、私みたらしと申します。トゥース。まあでね、はい、最近ハマってるわけですよ、はい、YouTube にね、結構話の単話ごとでね上がってることがありまして、はい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 、てか上がってるんですよ、はいはい、トークごとに、うん、そう、トークごとに上がってて、うん、まあ通勤時によく聞いてるんですよね。ああ、なるほどね。そう、ちょうど良さそうですね。で、なんかオードリーって僕のもともとのイメージとして、うん、若林と春日2人じゃないですか。もともとのイメージからして、はい、ちょ、まだまだ実は違う、実は違う、まあ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 、はいはいはい、ちょっと今若林っぽかったね、突っかかってくる感じがね。ああ、こっちがね。そうそうそう、失礼しました。抜け目ないところ若林っぽかったね。失礼しました。若林が2人のイメージとして、はい、うん、まあ、春日の方っていうか、春日が結構喋って、結構若林が寡黙な感じなのかなって思ってたんですよ、うん、ああ、まあ芸風的にね。そうそうそう、というか、まあ、なんかちょっと暗い感じですからね若林、うん、大人しめなのかなって思ってたんで、うん、はいはい、うん、まあ、そのオードリーの「オールナイトニッポン」をね聞き始めて、まあ、その印象がガラッと変わって、うん、まあ若林が喋るんですよ、結構主体で。はいはいはい。で、春日はまあ結構受け身というか、本当に自分の話の種がないというか、ない時は本当にうんうんうん、はいはいはいみたいな感じなんですよね。はいはい、まあ聞き上手ね、よく言え。言うとね、気丈そうそうそう、そうなんですよ。っていう感じな、まあ、ラジオになってまして、うん、ちょっとおすすめしたいので、ちょっといいですかね、おすすめさせてもらって。はい、進めてください、ぜひ。まあ、僕もね、寸胴さんから個人的にね、個人的に、うん、あ、もうちょっとこれいいぞということで、気づいたら車の中で流れてたんですけども、ちょっと聞いてみてってね、うん。はい。で、ちょっと前に聞いたやつでおもろかったのがあって、うん、オールナイトニッポンのラジオ局でバイトしてる女の方がいたらしいんですよ。ああ、大学生の女の子が、あ、じゃあもう本当に、うん、あ、はいはいはい、いまして、はい、で、その人が大学卒業とともに、まあ、就職するんで、うん、バイトをまあ辞めるわけじゃないですか、ラジオ局の、うんうん、で、まあ、最後なんで、ちょっと今まで不満とかありましたかっていうのを、まあはいはい、そのオールナイトニッポン内で、まあ、実際に出て喋って、まあ、聞くっていうコーナーがあったんですよね、うん、あ、もう、ラジオに出てもらってってことですか。そうそうそう、声だけ、まあラジオなんでそうなんですけど、声だけ声だけね。そう、なんか誰々さん、今まで働いてて不満とかなかったですかって、なんか、まあ、若林が振るわけですよ。うん、で、まあ、その時確か春日に対する不満は何ですかっていう聞き方だったのかな、うん、で、春日さんのなんかこれこれ買ってきてほしいっていうのが結構ピンポイントで、しかもあんまり見つからないようなやつばっかだったんで、ちょっと大変でしたよっつって。あー、彼はビルダーですからね、うん、そうそう、まあ、なんか食とかには厳しいんじゃないですか、うん、そうで、なんかいろんな結局ないんで、いろんなコンビニを回って5店舗ぐらい行っていつも買ってましたと。ええー、はいはい、まあ、それがちょっと大変でしたねみたいなことをまあポロって言ったんですよ、うん、で若林が、まあ、これに対してお前どう思うんだっつって春日に聞いたら、うんうん、それは知らねえよって結構ブチ切れてたんですよね。ええー、そうそうそう、はいはい、でそれに対して若林がめちゃめちゃ説教するっていうお前それはねえだろっつって、うん、お前が注文してさみたいな、うん、まあ別に買ってこいとまでは言われてないけど、頑張ってな、探してきていつも買っていてくれたんだろうっつって、
それを知らねえだろうで片付けんなよみたいな、うん、ちゃんと説教して、あの、まあ、春日がしっかりめにシュンとしてその後のラジオに響くっていうねちゃんと落ち込んでたんですよ。で、偉いですね若林。まああんまり言っちゃうとあれなんで、まあかいつまんでその後の話をすると、うん、でも本当に本当にそれはあかんぞって、ね、若林がちゃんとしっかりめに言って、うん、本当にダメなことだからお前がどんだけキレてたか、あの、一回聞いてみようっつって、あ、え、お前がどんだけキレてたか、そう、その時のシーンをその場 で、 ラジオで、はい、録音したやつをもう一回聞こうと、そうそうそう、音声をもう一回その場で聞いてみようっつって、あ、お前客観的に一回聞いてみろと、自分がキレてたやつを、そう、そう、はいはい、そしたらね、まあ、春日も納得のこれキレてますねっていう話をしてまして、まあ、その回が僕は個人的にお気に入りなんですけど、はいはい、もう全部言っちゃったからあれ聞いても面白くないかもしれないんですけど、ね、いやいや、まあでもちょっと気になるな普通に、うん、なんか探して URL 貼っとくんで一回聞いてみてほしいですね。今会ってほしい人がいるんです。ああ、音ぜひかあるじゃないですか、うん、はい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 、ああいうので素人の人とかとこうやり取りしてるイメージがあったんで、なんかおもろい素人の人が出てくるかと思ったら、うん、めっちゃ春日の話でしたね。なんかおもろい素人の人とかではない。はいはいはい、うん、あの人はねおもろいっすわ。いや、春日、うん、ね、水曜日に常連じゃないですか。うん、水曜日のダウンタウン、あ、そう、水曜日のダウンタウンね、うん、あれでさ、そのドッキリとか検証系のやつに出てきて、うん、こうなんか辛辣な一言を言う春日シリーズがすごい好きでいや、なんか本当に一言になんかこう、うん、鋭さが詰まってて、いや、なんかこいつおもろいなっていうね、めっちゃ上からみたいな言い方になってますけど、ガチになっちゃうんだろうねきっといや本当に面白いですよね。まあ面白いんですけどね、それが、うん、トークがとかじゃなくて、なんか、まあ、それを笑いに変えれるね、うん、若林の技量もすごいですけど、あ、まあ確かに、うん、他にも若林じゃねえ、間違えた、春日面白いシリーズあるんですけど、はい、今日はこの1回だけで勘弁してくださいもうこれ順々に紹介していけばそのラジオやってる、あの、オールナイトニッポンの数だけ僕らのラジオできますからね。確かに、あ、じゃあもう無限ですね。だから毎日撮れる感じですねじゃあ、シリーズ第2回でまたね、うん、面白い話聞けるということでお待ちしております。面白いオールナイトニッポン、春日最高、うん、やっぱプロのラジオはおもろいです。おもろいですね皆さんもプロのラジオ聞きましょう。おい、え、どういうことだよ。おもろいのって多分聞き入っちゃうんで、聞き入りたくないときね、うん、勉強したいとき、寝たいときそういった時に知らん男たちが喋ってるそうねラジオ、ね、ぜひちょうどいいと思うんで、間違いない、ぜひご利用ください。はい、お願いします。こっちも大学出てるんでね。いやー、おもろいな春日。いってらっしゃいあー、いってらっしゃい。